されるのは悔しい、できれば俺が倒して敵を打ちたい、借りを返したいと話していました。バンナの殺気がすごいですね。すごいですね、この目です。ペタスを睨みつけます。すごい殺気ですよ。さあどちらが東京ドームへ、ゴンが鳴りました。レバンナペタス、いきなりレバンナ行った。いきなり1回戦とは全く違う、1回戦とは全く違う。ペタス危うし、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 一気に行く。よく見て、開始から息を飲む。よし、行け行け行け。全く、うわすごい、スリップスリップ、今のはスリップ、今のはスリップ。バンナが潰しに来ましたね。まさにその真骨頂を見せます。ゼロブレマンナ、ものすごい勢いで第1ラウンド、左のストレート、ニコラスがね冷静ですよ。そうですね、ニコラスはね耐えてゼロブのスタミナ切れ待ってほしいですね。はい、右ストレート、あの内股へのローキックがいいと思うんですけどね、バトルサイボーグが一気に行きます。ボディから休みません、ゼロブレマンナ。ボディがきついですね、しかしペダスのこの表情、右のミドル、そしてローキック、心だけは折れないでほしいですね、俺にあるのは確かに、ガードガード、ピリオに続けて一撃で敗れるわけにはいかない、ニコラス・ペダス。ちょっとね、ゼロも力んで多いなって気になりますね。そうですね、ストレートを放っていった、左のストレート空を切ります、レバンナ。あーちょっとゼロムが、ダウンだ、ダウンだ、左か左か、ロックの上から、ダウンを取られた。しかしこの歓声、ペタス頑張れ、ペタス頑張れという大きな大きな歓声が名古屋にこだまします。プライドを持って生きていきたい、ニコラス・ペダス。さあ耐えている、耐えている、人生はチャレンジだ、そう話していたニコラス・ペダス。耐える、頑張れ、レバンナの猛攻を耐えています。さあ残り10秒、第1ラウンド残り10秒、レバンナ叩きつける、最高倒す、レインボーホール、勝利はジェロム・レバンナ、2つのノックダウンがなされた時点でジェロム・レバンナの勝利は決まっています。ちょっとでもあのコースがあの足を気になりますね、右の右足をちょっと、今蹴った時痛そうにしてましたよね、はい、入場の時も少し気にするような素振りがちらっと感じたんですが、コースはやっぱり万全じゃないですね。第1ラウンド残り時間が順位なくなってきます。ハイキックも軽くかわして、いきなりストレート、ゼロムレバンナ。第1ラウンド終了間際、バンナの左が伸びました、火が吹きましたね最後。アーネスト・ホースト、ゼロムレバンナ。ホーストがやはりこの右足の状態が相当、これは石井館長悪いんですよね。ちょっとあーっとタオルを投げました、ヨハンボスがタオルを投げた。1ラウンド終了時点でホーストが棄権、ジェロム・レバンナが優勝、グランプリ制覇への着実な一歩を踏み出した。ドームへの道、トーナメント第2弾、 K-1 ワールドグランプリ2000 in 横浜。